白を満たしなさい台本初めて読んだ時の感想は、本当に引き込まれるし、すごい不思議な感触の作品だなと思って、難しそうだなと思いながら読んでました。演じているちかさん、どんな役ですか？強いんだけど繊細で強くはないっていう、なんとも絶妙なバランスの上でなんとか立ってられてるっていう人かなっていうのを、ドラマの見どころを、哲夫さんの死の真相はっていうところから物語が始まるんですけど、そこから人とはとか生きるとはとか壮大な話に流れていくっていう作品なので、私も出来上がってどういう風に感じるのか今すごい楽しみなんですけど、いろんな方にいろんな受け止め方をしていただける作品になってるんじゃないかなと思うので、ぜひ楽しみに待っていてください。